見えるかなって見えるだ見えたところでダメそれやろ見えたところでだってああそれはやばいな強い強いなはいということで、はい、小池さん発送ということでお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、で今日の、まあ、企画ですが対戦をしようと、はい、でいいでしょちょっと特殊なやつでスローでサドンデスみたいなほう、うん、スローで 300% お互いで対戦をするっていうこれはそもそもちゃんとゲーム性があるもんなのかっていうところを確かめるために、うんまあ、一旦小池さんと我々で対戦をしていこうかな、はいうん、でその後、まあ開拓余裕があれば強キャラ何なんだろうっていうのをこの我々の方で考えるみたいな感じでやっていこうと、まあ、これはねもうぐだぐだ説明するよりもやった方がいいっていう話なんで、うん、まずルール来たかどうするかな真っ赤かですね普通に小池さんもキャラは一択なんですかガノンでいやガノンっすあでこの戦略を考えてるはいあなるほどねちなみに普通に僕ファルコはあんま使いたくないですけどねもうすでにあっていうのは単純弱そうなの弱そうですねこいつ、まあ、こいつ差し返しでビジョン打ったら強いかもしれないですけどでも差し返しでビジョン打ってやれるんだったら他のキャラでもそうなんですよいろいろ差し返せるからだからもうこいつはちょっと弱そうえでいいよ別にもう思うやつでそんないやまあまあちょっと形まあ様子見まあ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 、まあ、一旦そのじゃあ連勝しよう我々まず連勝チャレンジできるか、ね、連勝チャレンジをしようゆっくりそうですけどもゆっくりになってるかなあなってるわゆっくりださてだってもう DA 買わせなさそうだもんこいつ歩くかいやそれはいや光は俺いける気するわなるほど一番いけないのかないやなんか把握してるうんまあ、こっちの方が強いんじゃない、まあ、こいつは強そうだねこいつは強そうとても強そうだいやドンキー絶対強いよな、うん、強いねうん絶対強いですいやでも見えるかな見えるかなって見えるだ見えたところでダメそれやろ見えたところでだってああそれはやばいな強いあ強いなだけど飛ばれたら負け、うん、確かにまあでもジャンプは実はこう甘美な罠でこう飛びが見えるんでみんなそうだからドンキが前ステップするだけで余命が起こってしまったんですよちゃんとモーションを確認してからジャンプスネークってどこまでしんの300だと何でも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 だってスネークが困るのは相手が 110% の時だけですからねそうそうそう、うん、そこだけは非常にもう激闘ですおなじみのキャラクターですけどね最強じゃないとりあえずもう強そうだなファルコはね弾で倒せないもんねこれ結構強いんじゃないかな実はあでもそれ見る側もあーうまーいあーいやーそっかそっかそっかそうそう熱いですよこれちょっと待って分かってる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 んだけど、はい、あのこれスローだとプレッシャーがありますね。いやこれむずいな。プレッシャーはあるんですけど、これ本当にスローはスローなんで落ち着いて対処するんですよ。いやっ、おった。あこれダメか。あこれは当然。ここに意外と持続力。あるよ。ストリートファイター。ああ意外と。あれ変ないっけあれ。弾で飛ばせたいという欲求も結構湧いてきてるんだよな今。一回。まあ一回ね、まあ、キングオブキングオブクソルールなるほどねキングオブクソルール候補サンスいきますかトマト言えばただつかみがあるんだよな、ね、なるほどねでも外したくないけどな外したら終わりだからねだからさちょっともうちょい頑張れない無理見える恐怖と戦うの怖いからねあそう、うん、やっぱたまあそこまで行かれるとそうですかそれは FPS やって小池さんの方が一番詳しいですねそんなことはないかもしれないけどあまあ無難なとこちょっと行ってみるかああ、ね、無難だね勝てるかもいける、うん、いやこれ勝てないこれはプロと無難ですよあんまかかってないからちょっとあそんなおーかっこいいかっこいいめっちゃかっこいいオープニング捨
ステップに噛み合ったら死ぬんでしょこれ。そうだね、うん、こいつって感じ。いやでもガノンが悪いわ。ちょっとガノン変えていい？それはもう間違いない。間違いない、間違いないんで。いやなんかちょっと強そうなのやってきた。引けそうですね。引けそう、うん、これなんかスネークでやったら負けそうだな。そう、いや、あ、そう、戦略見つけたわ。 OK。 いや俺もあるよ。お互い対策持ち合ってくる。うん、熱い、熱いね。あるよ、ジョイズ同士の対応があるわ。お、すい、いや、前ダッシュは結構ちょ、わかった。危なすぎー。操作ミスった。いや、2.5 秒が2倍の。いや、なんか長さですからね。そう、操作ミスるな。5秒間爆発するまでに要しますから。切れよ。あ、切る。あ、待って、これ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 しかないと思ってたんだよ俺。上スワだった。なんか上投げで死んだ。確かに。むずいむずいむずい。ちょっと待って。感性反転自体はむずい、むずくなさそう。くそ。その後のスティック入力が大変そうですね。わかんねえ時間が。何秒ですか今。おお、でもわかってる。でもインマリッツオートしてわかんなくて。これはあれか、だんだん人間強い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 光。光強い。熱ある熱ある。いや、ちょっと待って。おぉー、ダメ。因果率でしょ。光強い。うん、ちょっと強いかも。うん、うん、そう、飛び道具見てから回避して、リターンを取れるキャラ。確かに。これでちょっと弾を封じに行くわ。うん、うん、あ、そしたらじゃあ DA がとにかく強いからさ、うん、結構行動制限されるのは間違いない。だってガード張りっぱしてる光に攻撃振ったの見てから、そう、回避したらリスクになるんでしょ、うん、じゃあもう発生が絶対マストになっちゃったね。ただ当たりそうだけど。なんか気が臭かったな。あった。あ、でも、いやまあその形は見えてきたね。そうね、小池さん側の、ね、はいはいはい、はい、これ光側のプレイヤーめっちゃうまかった。いや、だと思うよ。そう、強いよね。いや、パックはね、いや、俺もね、なんとなくあるんだよ。メンメだ。あー、なるほどね。やつよって。うん、匂い、いい匂いする。え、でもさ、実はメンメもさ、スカ角取られやすくなってるみたいな話は悪くない？いや、いや、これやってみよう。降りで行かれるの嫌なんだけど俺。小池さんがちょっとなんか勝つの難しそうだな。うまい。きた。いや、これでもう、あ、上目で取れそうなオーラがあるが。いや、でもなんかこれもう、あ、やった、これもう、あー、ちょっと待って、いけるいけるいけるい。難しいこと言わないでよ。でも上目知らないのかなこれ。基礎吹っ飛ばし、ちょっと待って、行き過ぎ行き過ぎ。あ、終わった。なぜ、あ、待って待って、捕まえない捕まえない、ちょっと待って、もう一回ちょっと、もう一回ちょっと、やれるわ俺、やれる、やれるやれるやれる。で、崖捕まっちゃったらね、確かに。もう、そう、崖捕まったらこのゲーム終わりだから、負けだからね。じゃあまずは、なんかでも光、うまいぞこれは。いいぞ。いや、ジャンプできねえんだな、ホットリング強くて。いや、でもホットリング食らう分には多分できない。あ、違う違う、お前はもう DA 出ねえわ。いやでもなんかこれ地味にあれだな、完璧な戦略なんかなさそうだな。うん、競技性高い。ちょっとさ、みんなでさ、どっちかホミヒカ使って。いや、あ、確かに、うん、うんうん、それやってみてほしい。小池タイム終わりにしようから。そうだね、これで。小池さん2回必要なはず。飾ってください。間に合ってた今。え、え、まだ、それしないんだ。違う、ちょっと逆にむずいんだけど、着地。いや、そうっすよ、消えちゃった。ガードして、ガードして、ゆっくり。いや、待って、フレーム見えてるだけにさ、持続長いから怖いわ、行くの。そうそうだ、うん、そうなんだ。あれ、超ドキドキするよ。ドキドキする、めっちゃ。パカパカパカ。終わったわーってなるから。どうせ掴むんやろって思う。ちょっとなんか、小池さんのおかげで、うん、光がマジでいいキャラ。いや、俺多分トップメタだとは思うよ。トップメタっぽいな。うん、よく2キャラ目に出たな。俺が使うわ。そう、これをやっぱ安定して覆せるのがスロー 300% の最強キャラに近い可能性はある。いやでも光に安定するにはもう見えないよ俺。飛び道具が多分全部無理だと思う、みんながやった全部因果率で。ちなみにパックマンはちょっとなかったっすね、今思いました。なかったこいつかな、結構良さそう。うん、まあなんならライトさんがねポジってますからね、このカード。いや、これに関してはポジってないの。どの世界線のライトパックで。これもうすでに先駆者いるんかと思ったわ。勝手に手裏剣は絶対に打たない、まず。まあそうだね、打てないよ。いや、この
ドン。あ、そうか、そうか、結局ね、そうか、これが運ゲーで強すぎるんだよ。確かに、これ光ミラーが一番競技性あるだろう。あるね。一回ミラーしましょう。いいよ。いや、競技性高いな、これ。めちゃめちゃおもろい。結論にたどり着くの早いな。今回我々早い。いや、光だと思うけど。怖っ。いや、見える恐怖はあるよな。歩きが速いのも結構偉くて。はあ、なるほどね。歩きから強攻撃はダイレクトに出るので。でもダッシュ強攻撃はさすがに見られないですよ。ダッシュした時点でジャンプか DA か。いや、むずいね。走るよな。うん。ああ、そうなんだ。ベク編次第。知らないのかな。星撃墜長すぎて。長い。なんかそれ考えるところで。この辺冷たいよ。何で死ぬか結構曖昧なのも。確かに確かに。射強空とか隠るなら強いと思うんだけどな。こいつはダッシュの姿勢は微妙なんですけど、ダッシュの距離自体はまあまあ偉い。光これマジでジャスが上手かった勝てる理論って知らないから、ね、ミスマッチキャラだなもんです。このゲーム実は全部ミスマッチなんじゃない。横強に合わせろ。これは結構もう、なんで俺回避したいしたい。これしないし、軽すぎる。僕普通のスマブラやってると、あーやったわって言うんですけど、うん、やってないって言いたくなるわ。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ言いたくなる。いや光いいな。小池さんミラーやってますね、光と。おあ、違う違う、まだまだ。いや、でもこれはね、やらして、これやってないんですよね。ちなみに今のは DA したかっただけ、うん、こんな操作曖昧にやってたんだな俺。歩きからダッシュとか。いや、すみません、ごめん。あ、なぜ。いや、むずいって、そんな。いや、いいぞ。あ、飛ばせた、飛ばせた。ちょっと待って、あーちょっと待って、出ないんだ DA が。あ、お、あ、いけるぞ。待って待って、それ好きだな。え、これ大好き。反転。N 回避着地が。まあまあでも、ちょっとね、裏高感あったから、逆に難しいのは。違う、光るこれ接待してる今。ちょっと、むずいなって俺思う、本当にこれ。わかる。なんかあの、体に植え付けられたさ、その場回避の全体フレームとかで取れない。ああ。え、これ面白いわ。俺、光なんじゃないか。ちょっと、光以外を一旦見る、うん、改めて、うん、いや、見たいのね、やってみたかったんだ。で、どうしようかな。じゃあ、一個やっていい？大きなキャラ俺。そう、まず、気になるキャラは海をこう出し切ってから。そうね、そうね、光に行こう。あ、そうよね、そうよね。どうなんやろな。くだらないってやつなんですか、これ。なんとかなるのか。うさん、これ切れるまで待った方がいいのかな。秒数長すぎる。あ、いやでもだよな。え、うわ、当てるの惜しい。あ、そうなんだ。さすがにか。そこまでくだらなくはない。無理か、これじゃダメだ。海、佐藤なら出てくるんだけど。いや、海だな。なんで産んでるわ、もう。すごいね、かきむしっちゃって幹部もでっかくなってます。リアルな描写で見てくれた。はいえーな、スローでもこいつ。いや、飛ぶのがもうないから、ただもやめろ、そういうマックは相手だったらな、強そう。えやめか。いや、そうなんだよな、これ1回目ったんだけど。まあ、飛びが弱いといえば2回も言うよ。2回も言うよ。あれチャンス2回やったらノーコンチャンス。すごいな。マックが今度は海じゃない可能性がまた出てきたから、ちょっと。TA でもちょっとあのジャパニーズ小池さんのプレーを見て、なんで出ないんって思ってたんですけど、うん、出ないです。むずい、むずい、これは。むずい、これ。そんなに曖昧にやってんだな。いや、遅いから。そうそうそう、受け付けが違うから。そうでしょ。そう、むずいんですよ。そういうことは理解してねえってこと。クリアと一緒にパクった方が強そう。そう、そう、ミスった今。え、あ、ダッシュが弱いわ。あ、そうだ。多分地上でやってるやつとはリトルマックはもうブイブイ言わせてるんだけど、なんか弾を持ち始めだすると、そう、ね、ちょっと困ったなってなる。一応
これなんか元のカードが分かんねえんだよどうする。想像だにしね。三段積むのむずそう。むずいよこれ絶対。あ、でもあー、どうだか投げ強い。あっ、おー、いや、そこ来たー。絶対上、違う、やばい、違う、死ぬ、やめろ、やめろ。うまい。あっ、お、間に合わねー。そう、間に合わねーか。マジかー、あれ見てから無理かー。ちょっとむずそうだね。やっぱ、あの自分も遅いことを忘れるよね。そうだね。そう。このゲーム。村人どっかの、その、族長っぽいよな。そうですね。だって、近距離芝生族族長ぐらいは。そうそうそう。でも、まだ、東京卍会が何とかしますか。こいつ、ちょっと。いや、そういうのいい。これ意外と変われないし、柵かかってるし。いや、強っ。それ強っ。これ強いわ。あ、これは、あー、そうか、東京卍会の特徴 DA か。いや、めっちゃおもろい、このルール。いや、おもろい、なんか多分いいな、いいバランスで成り立って、なんか一強とかないかもしんない。なんか、この三国志の世界観あるね。あー、義豪賞の世界観。このいろんな族があって、そう、多分。うわー、強そう、ちょっと行ってみよう一回。最後の1秒までわかんないからこいつマジで。もう最後はもう自爆ボックスを絶対押せるもん。このおっさんがいつ確かに打ち出すかちょっとむずいからな。いや、小池さん、あー、これは長いつかみが最速投げつかみが。ガード解除見てから移動系の技いけるかなって思ったんですけど、いけないですね。確かに反応速度もいい。いや、これがむしろなんか光側がいけそうなんですね。ね、うん、まあまあ、まあ、あんまり弾置けないから。ただマジであのおっさん怖えよ。おっさんはね、よく見ましょう、おっさんの顔を。普通 おっさんしか見ないと絶対怖い。おっさんを言うかな、しょうぶ。おっさんの顔を見ましょう。おっさんの目が光ったからさ、まんまと光ってる。マジでバラエティの上からたらいがかってるやつしかない。ちょっと待って、おっさんの顔ボンバよ、いけると思うわこれ。小池さん無駄に連呼すんだよ。缶を見ましょう。あー、おぉ、でもこれ、いやー、あ、ちっ、あー、ボタチない。今いい。あ、あ、ちょっと待って、もうこれライン有利。あー、え、いや、なにいや、でもわかる、入れ込み。あ、あ、よし、さすがに。確かにわかるんだよな。いや、むずい。寄られた時も寄った時も気分かる、一緒なんだよ。掴まれるか思ってるわ俺は。いや、めっちゃ深いこれ。めっちゃいいゲームだわ。なんか遅くても近距離になってるね。そうそうそう。いや、もうあとはもう全部味薄そうな感じ。薄いかもね。むしろ各々の強いと思うキャラで一先トーナメントしたいわ。なんか魂、魂一先。ゼロさんもダメなのかな。ちょっと苦しいな。やっぱ掴み大事な気がする。うん、とにかくどうせ近い距離になるから、なった時のパーツがやっぱ少ない感じちゃう。追悼。追悼ね。引退式。え、レッド絶対強い。まあ、強い。多分そこそこ強いと思う。うん、ただあのどの族の族長でもないと思う。そういうことね。丸いってだけで。そうそうそう。いや、ちょっとね、俺絶対押した、俺絶対押した、俺その魔回避絶対押したもん。まあ、でも、まあ、でも光はその魔回避からこう無敵発生が遅いんで。そうなの。そうです、因果率予測分で掴みに対する無敵発生が遅いです、ね、それは知らなかった。だからちょっと突き込むならそこな気がする。あ、なるほどね。回ってるね、回ってるわ。フレーム単位で回ってる、ね、うん、めちゃめちゃいい。まあ、それ知らなかったし、そうなんだ。そう、オーザーやろうじゃん。ぜひ、じゃあこれをフリーラストにしよう。一回こいつ使っていい。やっぱガードを張りたくないのと飛びたくないので。ウェビーいける。このゲームといえばウェビーいける可能性があるね。したら吹っ飛ばし力が過剰だよ。てかでかい遅いは、うわー、長いな。長い置き技か。これちょっと違いますね。これ違う。これ違うんだ。ルキナが嫌やね。いや、
そうだよ。いや、クーベネとか振ってるしね、ちょっと割と悠長な。あ、そうだね、そうなんです。だから僕は、あの、ヒカルがそんな弱なんてしてこねえだろって思って。いや、なるほどね。もう一回やるじゃん。もう一回やります、これは。置くよ、俺は。だからそれをやってこない意味で俺はクーベネ振ったのに、ヒカルに裏切られた。はいー。今のガーキャンジャンプ横ビット取れて。んガーキャンジャンプ横ビット。やったらいいじゃん。トーナメント1回戦。1回戦やらしてここでじゃあよし、じゃあここでトーナメント入ります。じゃあまずじゃあ俺と小池さんに行こう。はいはい、うん、はい、うん、もう6段。いやもう分かった、あのオムさんがいいこと教えてくれたから。ありがとう。あー、つかみの、うん、つかみのミスターだか、うん、まだありますよ。無敵はちょっとある。あ、無敵。そうか、無敵切れるまであれっすか。さすがに。あー、候補だ。候補だ。すごい。オッケー、それでいこう。スポーツマンシップ。ごめん。え、マジ？そう、これは遅いが言う。なるほど、なるほど。あ、そうっすか。そういうことか。そうか。そうか。わかった。ごめんっつっちゃった俺も。スポーツマンシップだ。かっこいいな、この瞬間。これいいね。これ、うん、熱い。こういうのいいよね。このゲームの真髄感あるからね。あ、そう。よし、じゃあ決勝で会おう。俺たちでもやっぱね、因縁が生まれちゃったからね。確かに、まあ、それは因縁で決めるでしょ。まあまあまあ、メインなんだ、もうメインなんだね、まあ、負けれない無敵時間あるね。そうね、そうそう、紳士協定ね、うん、DU フリーボーダージャコ兄弟になっちゃうから紳士協定いけてるな。さあこれはあーとガーおっと、でも激戦しないのかこれ。下京、下京わ、下京、これみ、まあ、さあ、これは差し返しが良い。まあ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 、まあ、さあ、ここで紳士協定発動。素晴らしいスポーツマンシップです。いいぞ。さあ、ステップの速さもいいしな、クッパは。いや、これが強い。いや、きついな、これが強い。スピードが若干やっぱ足りない分、あれでどう差し返すかが非常に難しくなっていきそうです。うわ、あー、マジ。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、すごい。すごい。いい試合してる。さあ、決勝戦やりましょうか。メインキャラ。もうメインキャラです、僕の。あー、ルキのナンバーワンだと。うま。大丈夫。強いよ、メタ。メタないと思う。てか、DA。DA 強い。DA 強い。メタないと思う、飛べはしないんで。スローになると。いやマジで強いんだよ、DA 強い。うん、紳士協定、紳士協定お願いします。かっこいいよ。つかみね、うん、まあ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 、まあ、なんで俺崖展開作ってんの。後半にいや、これ行くのか、これ飛び出して上に行くのか、そう説あった。確かに崖展開、いやこれ、まあ、そうか、ごめん。サルマだった。サルマ。紳士協定ね。これかっこいいわ。流行るだろうな、上さん。なんだ、滑り横強がむずすぎる。初めてやったが。ああ、そうだね。いや、だるい、それ。だるいって。そう、これも、これもあるんです。いいキャラ。いや、よく作られてるわ。よくできたゲームだね。いや、いい。桜井雅宏、こんなこのね、伸びしろをね、そう、コアね、潰してたから。計算してたかな、桜井さん。自分のチャンネルとかで多分言うべきだったと思う。いろいろ乱闘を遊んでみましょう。乱闘が深い。まあまあ上手い。ということで、統合すると、うん、ある程度強いキャラが固まってそうだね。うん、まあ、玉、うん、系か、やっぱ、速い系かな、うん、で速い系だとあのダッシュ映画で激戦できる、まあ、光とか、はいはい、メタナイトとかマジの見えないタクル。そうね、うん、ルキナとか何系になるんだろう。ルキナはリーチ系っすね。ああのノックバックでシールドさせてもかかんないよっていう形を生かして、確かにその若干むずそうだね。あ、そうですね、そうですね、むずかった。で、あとまあ飛び道具系だとダックハントとか村人とか、うん、村人良かった。結構どれも個性あってなんか割と良かったね。いいゲームだ。いいゲームでした。めっちゃいいゲームということで、皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。これいいゲームだわ。いいゲーム、めっちゃいいゲーム。